農研機構の別所と申します。秋の味覚といえば果物ですが、皆さんはどんな果物が好きでしょうか。私は今まで果物の品種改良に関わる仕事をやってきました。日本では日本梨、柿といった古くから栽培されている果物がありますが、実は多くの果物は明治時代以降に導入されて、その後日本で品種改良が行われたものです。その結果として現在では多くの品種が日本生まれの品種になっています。スーパーでたくさんの品種を見かけられると思いますけれども、これも品種改良の成果です。品種改良には20年30年と長い年月を要しますけれども、私の授業の中では品種改良の苦労話とか新しく開発された品種の美味しさをお伝えしたいと思います。授業が終わった後に皆さんが少しでも果物好きになってもらえば最高です。